アルミランテ・ファンデ・ボルボーンは、スペイン海軍のフリゲート、アルバロデ・バサン級フリゲートの2番艦。艦名は、ファンデ・ボルボーンに由来する。アルミランテ・ファンデ・ボルボーンは、イージュスシステム搭載型フリゲートとして、イサルフェロル造船所で建造され、2002年2月28日浸水、2003年12月3日に、収益した。2004年9月、 アメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦 DDG-91 ピンクニーと共にミサイル発射試験を実施した2006年9月8日レバノン紛争の停戦後に平和維持活動のため周辺海域に派遣され同年11月12日に無事に任務を終えする2007年2月ガリバー07演習に参加2008年8月国会での演習のために アメリカ海軍 FFG-50 テーラー、ドイツ海軍二2 1 4リューベック、ポーランド海軍オープ・ゲネラウ・カジュミエ・シュプワスキからなるなト所属艦艇と共にボスポラス海峡を通過した。これらは2007年10月時点で既に予定されていた演習だが、南オセチア紛争の当事者であるロシアが情勢への影響に対して懸念を表明した。ありがとうございます。